はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。前回からの続きです。いやいやいや、しかし電源でしょ、壊れると危険ですよね。何か壊れないような対策はないんでしょうか。まあ、そういう時に、まあ、割とお決まりのケースがあるのはポリスイッチという部品です。今回その部品のモデルを作って、それを回路の中に採用してみました。それはこちらの部分です。ここにある U3 というシンボル、そしてもう一つここにある U4 というシンボルですね。まあ、もともと電源一つですから、まあ、どちらか片方で、まあ、本来はいいんです。まあ、ですけども今回はある目的を持ってこんな風に上下に2つつけました。ポリスイッチは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、この中をこう電流が流れていきますとですね、ある電流値を超えますと、まあ、トリップっていうふうに呼んでるんですけども、この中のヒューズのようなものがプツンと切れて抵抗値がものすごく高くなります。まあ、ヒューズと違うのはですね、まあ、その後冷えると元に戻ってしまうからなんですね。つまり交換のいらないヒューズというふうなことになるんです。しかし皆さん、何かそんないい理想的な部品だ、これは良かったっていうふうに簡単に考えないでください。ポリスイッチにはもちろん欠点もあります。それはどこかと言いますと、すぐにオフにならないということです。ヒューズなんかよりも切れるのがずっと遅いです。もう一つの難点はですね、常に何か過負荷な状態があって、このスイッチが働いて切れてオフになったり、また冷えてオンになったりということを繰り返しますとですね、これ割と劣化するんですね。劣化するとどうなるかというと、オンになった時の抵抗値が大きくなるんです。まあ、そうするともちろんすぐ発熱しますから、またすぐオフになるんですね。まあ、結果的にですね、オンをしない部品になってしまうということが起こるんです。そういったことはさておき、このポリスイッチを導入することによって回路がどんな風に動くか早速やってみたいと思います。今度は負荷を電流源から抵抗に置き換えてみました。まあ、そしてその抵抗を5オームから10オームまで変化させるというふうなことですね。今電圧は 9V ですから、電流換算しますと 1.8 アンペアから 0.9 アンペアまでの変化ということになります。結果はこのようになります。こちらが出力の電圧なんですけども、ポリスイッチが働くことによって出力がオフして、まあ、2V とか 0V とか、まあ、そんな近辺まで落ちて、まあ、保護として働いているわけですね。その時のトランジスタの中の先ほどのジャンクション温度、今ここにありますように、おおよそ150度ぐらいで止まっているわけですね。まあ、ここでパワーが切れてしまうので、急激に冷えていくということになるんですね。この時の抵抗が5オーム、つまり 1.8 アンペアの時ですね。過電流状態になって 1.8 アンペアで駆動してしまうと、このように約86秒後に保護回路が働きますと。しかもジャンクション温度も150度ぐらいまでで止まりますので、トランジスタは壊れません。とてもいい具合にはまるわけですね。ところが電流が少し下がりますと、まあ、このように同じように150度ぐらいまでいくんですけども、だんだん電流が下がっていきますと、ポリスイッチが働かなくなるんですね。そして今ここ抵抗としては8オーム、電流値換算で 1.1 アンペアぐらいのところになりますとですね、もうこのレベルではポリスイッチが働く様子がないんですよ。そしてその結果として、このようにジャンクション温度は180度まで上がってしまうわけなんですね。
このようなことが起こることがこのポリスイッチの思わぬ落とし穴なんですね。まあ、今回考えましたポリスイッチはこの型番のものです。そうしましてですね、ホールド電流、つまりポリスイッチが働かない電流は 1.1 アンペアあたりからですよっていうふうに書かれているんです。ある意味こちらの部品の方を選んだ方が良かったのかもしれません。この辺の見極めがとても難しいところなんですね。そしてポリスイッチを考えるときにですね、このトリップ電流のところを十分注意する必要性があります。ホールドとトリップの間1アンペアの差がありますよね。実はこの間はですね、デバイスとして定義できないエリアなんです。つまりこの間の電流の間ではポリスイッチはうまく働くときもあれば働かないときもあるというふうな、まあ、そういうちょっと無責任な状態になるわけですね。しかし皆さん安心してください。 5.5 アンペアも流せば 6.6 秒で必ず切れますよって書かれてるんです。 6.6 秒もかかるんだって驚くこともあります。まあ、ちょうどいい頃合いのポリスイッチを選ぶというのは、まあ、ある意味とても難しいんですね。まあ、そこでせっかく選んだもの、これ苦労してモデルを作りましたからね、これをですねもうちょっと上手に活用しようと思ったのが次のアイデアなんです。ポリスイッチ、冷えるととか電流が流れるととか表現をしましたけども、仕組み的にはですね、まあ、内部のポリマーに流れている電流が大きくなってそこが発熱しますと、ポリマー間の分子状態が変わって抵抗値が跳ね上がるという、そういう仕組みなんですね。ですからある意味熱でスイッチがオフになる傾向があるわけです。資料を見ますとですね、あまり明確に書かれてないんですけども、内部的には100度とか120度とか、まあ、そういう温度になった時にスイッチがオフになるようなんですね。まあ、さて具体的にではどうするかと言いますと、このポリスイッチをですね、こちらのトランジスタのヒートシンクに密着させるわけです。まあ、トランジスタが熱くなってヒートシンクが熱くなると、当然それに密着しているポリスイッチも熱くなって切れやすくなるという、そういう考え方を持ち込んでみました。それをですね、事前にシミュレーションしてみましょうという話なんですね。それにはどうするかと言いますと、モデルを作るときにですね、実はこのポリスイッチの内部温度の濃度をここに出しているんです。こちらの濃度からもう一つのこちらのポリスイッチの濃度、これ引っ張ってきまして、ヒートシンクのラインと結合するわけですね。このラインは電気のラインではなくて実は熱のラインですから、抵抗 Rθ7 はこちらとこちらで5度の温度差がありますよっていう、そういう定義をしました。もちろんこの Rθ8 も5度の落差があるというふうに定義して、まあ、それがこのヒートシンクとつながっているというふうなことになるわけです。まあ、そしてヒートシンクが熱くなるとポリマーも同時に温められて、スイッチがオフになるタイミングが早くなるだろうというふうなことをシミュレーションしてみようということなんです。結果はこのようになります。まあ、先ほどずっとこちらの方に流れていたのがきちっとこんなふうに積んできましたですね。まあ、そしてここのトランジスタのジャンクション温度150度手前で必ずシャットダウンするようなことになっていますね。まあ、こちらのヒートシンクの熱の上がり方によってこのポリスイッチのオフになるタイミングが早くなったというふうなことですね。これはちょっとトリッキーなのでおすすめはできませんけども、可能性はあるかなっていうふうに思っています。まあ、そうして作ってみたのがこの基板ですね。まあ、ここに 0.86 オームのセメント抵抗が見えています。まあ、反対側この裏側に見えてますね。まあ、裏から見るとこんな感じでしょうか。この後ろの出力コンデンサーも割と小さいものを選んでいます。まあ、電源としてはこのヒートシンクに対してコンデンサーがえらく小さく感じますよね。まあ、裏の配線は割とシンプルでこんな感じで
スズメ汽船で十分行けましたね。そしてここに見えているのがポリスイッチです。まあ、このようにヒートシンクに密着させて、まあ、この後さらにですね、金属クリップのようなもので、まあ、完全に押さえ込めるような形にできればいいかなと思っています。さて次回は実際に作ったものはどのような特性で動作するのか調べたものをレポートしたいと思います。今はとりあえずですね、18ボルトを入れてちょうど半分ずつの9ボルトがきちっと出ている状態ではあります。